嫌な予感。ずっといい予感しかしてこなかったのに、そんな楽天家な私なのに嫌な予感がする。なあ、おい。うん？寝てたのか？このように本基地は学校としての体裁が整っています。詳細は後ほどあなたたちの担当教官から説明があるので確認しておくように。偉い人の挨拶ってやたら長いよな。退屈だから話しねか。出ないと寝ちゃいそうだぜ。いいけど何を？ここってなんかすごい才能を持った人たちが集められてんだろ。あんたは何がすごいのか興味あるな。何がすごいかって？何もすごくないよ。私は普通のどこにでもいる人間さ。ただ音楽にかける情熱だけは誰にも負けない、それだけさ。おお、じゃああれだ、絶対音感を持ってるとか、人には聞こえない周波数まで感知できるとか、そういうやつだ。そんなすごい能力はないよ。音楽を愛してる、それだけさ。それだけでここに来れないと思うけどな。ギターを弾いて歌うことだけは得意だったな。バンドでギターとボーカルやってたんだ。案外学祭のノリで来れるんだな。あんたは？あたしかい？あたしは泉ってんだ。こう見えて腕利きのハッカーさ。オーキッドというハッカー集団の名は聞いたことあるかな？世界的に有名なんだけどさ。オーキッド！あんたオーキッド好きなのかい？あの伝説の劇場バンド、ギャギャグリーボドドドドって叫び散らして魂を震わせる！違うよ。なんだよそのテンションの変わり方。それに、ギャイヤグレイボドドドドーって叫び散らすバンドなんて嫌だよ。いやいや、なんでさ、イライラが溜まってさ、もうどうにも自分をコントロールできないってなった時、お前どうすんだよ。どうするって、そりゃちょっとは他人に当たるかもな。普通ギャイヤグレイボドドドドーって叫ぶだろ。叫ばねえよ。叫んでもその言葉だけは選ばねえよ。でも黙ってるってこともないだろう。そりゃクソぐらいは言うかもしれないけどさ。それほとんどギャイヤグレイボドドドドじゃねえか。いやいや、クソとギャイヤグレイボドドドドには天と地とまでは言わないけど相当な差があるよ。なんだろう、そこを優先的なんで譲ってあげましょうよと、おめえいくつなんだよそこどけやぐらいの差がさ。あんま変わんないじゃん。すっげー違うよ。おめえいくつなんだよそこどけやより上あるか。あるよ。一生座るな、死ぬまで立ってろ、死んでも立ってろ、仮装して埋葬されると思うな、塗装で盾に刺す。あったー、死んでも立て、寝たい、死んだら横になりたいだろ。で、納得するか？ハッカー集団の説明1ミリたりとも進んでない。オーキッドの話させろよ。オーキッド、あんたオーキッド好きなのかい？あの伝説の劇場バンド、ギャギャグリーボドドドドーって叫び散らして魂を震わせる。コピペしたみたいに最初のセリフに戻るな、怖いわ。何回話しかけてもそれ以上は同じことしか言わない NPC か。もうちょい作り込みましょうってデバッカーに提案されるわ。そこギャーギャーうるさいぞ。ギャーギャーなんて一言も言ってねえよ。ギャイヤグレイボドド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 ー、魂の叫びなんだよこのクソが。何あの人、
司令官に向かってなんて言葉遣い。いやいや、周りが引くほど切れるな。初日から悪い意味で目立ちすぎだから。ごめん、ちょっと興奮しちゃったみたい。もう大丈夫。お前そんなキャラだったのか。クールキャラだと勘違いしてたよ。人を見た目で判断するもんじゃないな。サンクス。全く褒めてないからな。やべえ、初日からとんでもないやつに話しかけちまったよ。ん？何の音だ？全員防衛体制移行してください。防衛体制？なんだ、戦争でも始まるってのか？おいおい、戦争なんて経験したことないぞ。おい、マイペースだな。司令官、防衛体制って言ってたけど、とにかく急いで外に出た方がいいみたいだぜ。七瀬、状況は？キャンサーの軍隊が先ほど第二次防衛ラインを突破。30分後にはこの基地へ到着すると予想。敵の総数はさほど多くありません。哨戒部隊だけで対応は十分可能です。そういい機会だから、あなたたちに後方支援をしてもらおうかしら。急いで出撃準備を整えて。私ら？嘘だろ。ん？あの人誰？それすら聞いてなかったのかよ。セラフ部隊を統括する手塚司令官だよ。時間もないからすぐにブリーフィングを行うわ。よく聞いておくように。出撃って？そのままの意味よ。これから出撃して敵を足止めしてもらう。な、無茶な。安心なさい、私も近くで指示とサポートをするわ。万が一の時はすぐ助けられる位置で。では出撃。あなたたちで最後みたいね。急ぎなさい。この先に集合地点の橋があるわ。ついてきて。一体何が起こってるんだ。展開が急すぎるぜ。とりあえずついていくしかないみたいだな。キャンサーの軍隊は現在第三次防衛ラインまで近づいています。準備はいいですね。行ける。急に動員されたってのにもうやる気かよ。すげえなお前。ではご案内します。ずいぶんと錆びれた場所まで来たな。安心しなさい、ここは激戦区ではないわ。あなたたちの役割はあくまで後方支援。集中して戦えば命を落とすことはないわ。そんなの何の気休めにも。って、あれはもしかして。なあ、向こうにいるのって。あれがあなたたちの敵、キャンサーよ。データでしか見たことなかったけど、目の当たりにするとでけえな。あんなのに対して何で戦えっていうのさ。こちらへ来なさい。立ち向かう術を教えるわ。あなたたちはセラフと呼ばれる武器を扱えるようにすでにこちらで手配済みなの。あとは電子軍人手帳を天にかざし、セラフィムコードを口にすればいいだけ。それぞれのセラフがあなたたちの元に舞い降りるわ。いきなり中二病ワードがポンポン飛び出してきたな。セラフィムコードはそれぞれの電子軍人手帳に記載されているから、取り出して確認しなさい。まずはこうかざして。私のセラフィムコードはこれか。ハローワールド。なんだ、ブラックホールが。そっからなんか降りてくるぞ。武器のような形をしているな。すごい冷静だな。すげえだよ。その通りだけどさ。それがあなたたちの武器、最終決戦兵器セラフ。私のセラフィムコードはあれ、私の伝説はこれから始まる。
そのクソダサいセラフィムコード。あなたたちなら意のままに操れるはず。行動開始。